皆さんこんばんはメディカルパーク湘南ですただいまより第8回メディカルパーク湘南 youtube 勉強会を開始いたします本日の担当は田中院長です7時になりましたので始めさせていただきます、えー、皆様こんばんはメディカルパーク湘南の院長の田中でございます えー、今回、第8回の、えー、YouTube 勉強会、えー、ご視聴いただきましてありがとうございます。で今回は、えー、欄干が詰まっている方、そういう場合にどうするかということをお話をさせていただきたいと思います。えっと、ちょっと今回短めでございまして、だいたい15分から20分ぐらいで終わってしまうようなあのお話だと思いますけれども、逆にだいぶまとまっていると思いますので、まあえっと、最後までお付き合いのほどよろしくお願い申し上げます。じゃあ じゃあ、それでは早速始めさせていただきます。えっ、ー、と、第8回でございます。欄干が詰まっていると言われたらというようなテーマで、えっ、ー、と、お話を進めさせていただきます。えー、また不妊治療の内容になりますけれども、えっ、ー、と、この欄干が詰まっている、すなわち欄干閉塞というのはどういう状態,状態かということからまずお話をします。えっ、ー、と、これが子宮ですね。これが子宮で、 で、これが、あの、卵管でございます。で、あの、ここに卵巣があって、1ヶ月に1回人間の場合には、この卵巣から排卵した卵が、この卵管の手にみたいになっている卵管彩というところから取り込まれて、卵管の中を通りながら、えっ、ー、と、下から登ってきた精子、ここに精子がちょっとうっすらと見えてますけども、精子と、えっ、ー、と、卵子が、えっ、ー、と、卵管の中で出会うわけです。そうすると、受精が成立をするためには、えっ、ー、と、必ず卵管が通,か通っていることが前提になるわけですけれども、 この卵管がいろんな場所で、えー、このような形でですね、えっ、ー、と閉塞をしている場合があの多々ございます。で、えっ、ー、と不倫の原因の中の女性の、えー、不倫の原因のうちの約30パ最も多い原因がこの卵管閉塞というふうに言われております。その卵管の閉塞の原因でございますけれども、これはえっ、ー、と実際のデータからの取ったものではなくて大体の割合だというふうにご理解ください。 一番多いのは、いわゆるクラミジャの感染が原因で卵管が詰まってしまうパターン。大体いい全体の2割ぐらいんじゃないかなというふうに思います。えー、次は内膜症ですね。この内膜症も癒着の原因になります。その内膜症によって卵管が詰まるケースもございます。 それから、まあ、他の手術です。例えば、一番多いのは、実は盲腸の手術なんかをしてらっしゃると、大体盲腸って右の下腹部にあるんですけれども、あのそのあたりの,あの癒着によって卵管が詰まってしまうというケースも多々経験いたします。あとは、あの他の感染でございます。あの卵巣あるいは卵管のあたりに骨盤腹膜炎というふうに言うんですけれども、えー、感染を起こすことによって、それが癒着につながって、えー、将来の、えー、卵管の閉塞になるというようなことが多い、ま。多い多い なるわけでございますで。ただ最も一番多いのはこの原因不明で,でございましてやっぱりそういった気温もないクラミジアもそれから内膜症もないけれどもなぜか難関が詰まってしまっているといケースが多いのであの要するに原因が何かということはわからないことも多いんだということをあの理解していただければと思います。 欄干、えっと、が通っているかどうかの検査、これは子宮卵管増えという検査で行うんですけれども、えー、この、えー、映像をお見せいたします。まずこちらの方が正常な場合でございますけれども、えっと、これが、えっと、子宮でございます。であの、ここに増え座をどんどん入れていくとです、ね、どんなふうに見えるかというと、このような形で欄干が、えっと、増えされてまいります。 で大体その後30分から40分後にです、ね、もう一回検査を、連投に取るんですけれども、そうすると、あの通常ですと、この造影剤がこのなかの中にふわっとこう広がるような形で拡散してまいります。で、このパターンが、えー、と正常なパターンです、子宮が見えて、両側の軟化が見えて、そして造影剤が拡散するというパターンでございます。 一方で、えー、次が両側の閉塞例の,あの画像でございますけれども、このような形で、えっと、これは子宮が見えてるんですけれども、欄干が全く通ってこないんですね。欄、え、干、ー、が全く病出されてきません。 あの一方で、この下の方にこうにふわっと見えているのが、もう下から漏れちゃってるんですね。で、その30分後に連動目を撮ってみると、このような形で、もう地図の中に漏出してしまっているという形で、おなかの中に全く出てこないというパターンでございます。こういうのは、量足の閉塞例でございます。で、そうすると、やはりこのままでは妊娠に至らないので、何か治療をしなければいけないというような形になるわけでございます。 であの患者さんから最も多くいただく質問でございます。え私はあの、まあ、いろんな卵管沿いといろんな病院で卵管をあの検査をしたところ、卵管が詰まっていると言われました。ですので自然妊娠が無理、要するに体外生しかあなたが妊娠する方法はありませんよとうう言われたということがよく言われるんですけれどもあの、決してそんなことはありません。 卵管が詰まっていても、えー、自然妊娠は可能でございます、えー。それが今日のテーマでございますけれども、あの卵管強化、卵管形成術、まあ、通常 FT というふうに言うんですけれども、この FT 手術というものがあります。まあ、これは、えー、と30分くらいで手術終わるものなんですけれども、この手術を行うことによって卵管が詰まっていても自然妊娠は、えー、可能になる可能性がございます。えー、今日はその話でお話を、えー、説明させていただきます。この FT なんですけれども、えー、このカテーテルの中に この FT スコープと呼ばれる内視鏡のカメラを入れてまいります。これがだいたい直径が 0.3mm から 0.5mm ぐらい、本当に短い、細いものなんですねで。この先端に、このところにカメラがついていて、そのカメラで欄干の中の,あの映像を見ながらですね欄干を広げていくというものになります。でそれをこう、まあ、タワーで組み立てて、このカメラシステムにえくっつけて手術を行うわけでございます。 えっとこのカテーテルの構造でございますけれども、まあ、ちょっと英語になってますけれども、まあ、これが内灯と言われるもので、そこに街灯をくっつけて、この丸いところでまああのコネクトをされている感じです。で、ここに先ほどお伝えした FT スコープと言われる内視鏡のカメラを入れてあげて、これずっとこう進めていくんですね。で、その先端にこのバルーンと言われるものがあって、後で映像をお見せいたします。このバルーンが緑色なんですけれども、このバルーンの中にえーカメラを入れながら、ランカーの中をえ広げていくわけでございます。 何かの各部位の見え方をちょっとご紹介いたします。 卵管の,の一番このあの、えー、根元の部分は卵管管質部と言われるんですけども、こんな感じに見えてまいります。ちょうど穴がこうポコッと見えているような感じですねで。それからこの狭いところ、卵管胸部というんですけども、胸部は大体こんな感じ。で、えー、ともうちょっと先端まで行くと卵管膨大部と言わ,れる言われるところがあって、ここそうこ,こまで行くと、このような形でひらひらが見えてまいります。まあ、これは典型的な映像なんですけども、ただ、あのここまで見えることはあんまりなくてですね、あの本当に。 卵管鏡の画素数というのが5000ピクセルということで非常にあの目が粗いものでございますのでまあ例えば手元の感覚とかですねそういったものをこう頼りにしながらあの手術を進めるわけでございます。少しマニアックな話になりますがあのどのような形で進め,進めていくかというとこの欄干の中にこのような形でですねこうあの えー、バルーンの中にあ先ほど緑色のバルーンですよと言いましたけどもあの欄干のカメラをこう忍ばせながら進んでいってですねであの閉塞部位があるとこのような形でこのバルーンを膨らましてで最終的にこの、まあ、解除するブレイクするというような形になります実際の映像をお見せいたしますので、えー、ちょっとあの一緒にお付き合いください、まあ、これがその緑色のバルーンなんですけれども、まあ、だんだんこう今進んでいくのがわかるかと思います で、今、こう前に出ていくと、今、これがあの、蘭管の穴の中なんですね。で、ちょっと少しそのスコープを戻してあげて、そこでこうバルーンをこう、あの、進めるんです。で、進めると、また蘭管の中にこう、またカメラが入って、で、ちょっと一回また戻します。そうすると、ここにあの、ふわふわしたも穴があるのがわかるかと思います。あそこが難関の通過した部分なんですけれども、 また同じことを繰り返します。今、ここ穴がありますね。ここのところにあの穴が広がって、それ一回ちょっと戻してあげて、まあ、ちょっとなんかトンネルみたいになってますけども、またバルーンの中にカメラをまた、えー、加入させて、また戻して、また広げて、ちょっと広げて、また戻って、ちょっと広げて,まて、げてまた戻ってということを繰り返してまいります。 今また穴が見えましたのでちょうどこういう形でこう戻していくわけでございます、まあ、少しずつこうあのまあ本当にこう、まあ、1センチ進めてそうですねあの0 5 m m 0 5ンチまで戻るような形で進めていくわけでございます、まあ、ちょっとこれが続きますのでえっと映像はこの辺にして次に進みたいと思います えっと、患者さんからご質問いただく内容で、まあ、手術の時間とか、それから痛み、成功率、危険性、費用、そういったことをお話をいたします。まず手術、手術の時間でございますけれども、大体せいぜい、えー、かかって30分程度です。で、必ず両足をやるようにいたします。まあ、あの何度もこうあの通らずにです、ね、U ターンして、あのカテーテルが戻ってきたうような場合があって、そういう場合には結構時間かか,かっちゃうこともあるんですけれども、大体、ま、あの1人につき30分ぐらいで手術が終了いたします。 それから、えっと、痛みはありません、麻酔は全身麻酔で行いますので寝ている間に手術は終わってしまいます。で、あの成功率というのは要するに開通率でございますけれども、これはたい8割から9割ぐらいでございます。大体いいだから、まあ、10人やって9人ぐらいの方が通るというようなイメージであの考えていただいていいかと思います。 で危険性でございますけれども、これ、ほとんど合併症ありません。あの非常に細いカテーテルで、欄干の,の中をこうあの通していくだけですので、例えこう、卵干にあのカメラが突き抜けてしまっても、すぐ治るというふうに言われたりもしますので、あの感染を起こした方が過去に数名いらっしゃいましたけれども、あの大きなことになった方はほとんどいらっしゃいません。 あと、それから手術は日帰りでございます。で、基本的にはお仕事とかも、当日はさすがにお休みしていただきますけれども、まあ、ドッポっていうんですけども、ご自分で一人でいらっしゃっていただいて、一人であの帰っていただくことは可能だと思います。ただ一応、麻酔をしますので、あの当日の車の運転だけはちょっと控えてくださいというふうにお話をしております。で、多少のちょっと出血はありますけれども、翌日から基本的には普通の生活に戻れるというふうにご理解いただいていいかと思います。 で最後に費用でございますけれども、えー、手術は全て保険適用でございます。 えと次のご質問でございますけれども、あのメディカルパークの,あのこの卵管故郷手術の治療成績を教えてくださいというような、そういったご質問もいただきます、まあ。それについてこれからあのご,回答、えー、ご回答させていただきますあの。ちょうどいい機会だったので、ちょっと業者さんにお願いしてですねあの、この当院の FT の手術件数が全国でどの辺りにいるかということをちょっと調べてもらいました。そうしたところ、まあ、全国で6位の思考実績でございました。で、 もうちょっと2、3位ぐらいなのかなと思ったんですけども、まあ、6位だったんですけども、ちょっと関西の方で、あで相当あのいっぱいやってる病院がありますので、まあ、あの一方で関東では、多分らく少なくとも神奈,川の神奈川県内では、多分圧倒的に多分、件数は一番なんじゃないかなというふうに思ってますけども、まあ、あの全国で6番目ぐらいの思考実績を持っているというようなあの状況でございます。 でそれからですね、まあ、この辺になるともうあの、も私たちの自分たちの実績のアピールになっちゃうんですけども、えー、と病院発のですね論文があの3本ございます、でえー、と英文の論文とそれから日本語の論文、まあ、こんなふうに出てますけれども、ですから、まああの、この FT 手術については、ですね非常にこう、まあ、あの造形が深いというか、あの精通したあの病院であるということが、まあ、あの胸を張って言えるようなあの実績なんじゃないかなというふうに思っております。 えー、それからですね、一番大事なことはやっぱりこの累積の妊娠率でございます。FT 手術後にどれだけの方が妊娠したかということを、あのちょうどいい機会だったので、過去の実績を改めて調べてみました。えっと、まず対象ですございますけれども、2014年から2019年まで、5年間に、えー、当院で FT 手術を受けた方が614名いらっしゃいました。この方々を対象に、えー 累積妊娠率を生存率ををのの解解析析、まあ、カプラマイヤーといいいう手法を用いて解析をいたしました妊娠した方はです、ねえっと、タイミング療法または人工授精での自然妊娠でございます一方で妊娠しなかった方脱,力症脱落症例というんですけれどもその方々は逆紹介それから LINE の中断そして体外性のステップアップをした方を脱落というふうに見なしました えー、そうしたところ、その、えー、結果こちらでございます。えー、と累積の妊娠率でだいたい52.3%の方、すなわち2人の1人の方はあの妊娠が成立をしてたという形になります。えー、一方で、ですねあのこれは、えー、横軸が、えー、と期間なんですが、月になりますけれども、えー、と妊娠している方はあの1年以上はあるんですけど、2年、まあ 持たないんですよね、えっと、2年弱ぐらいで皆さん妊娠してらっしゃるというそういったあのデータもあの明確になりましたですのでこの期間のこといわゆるゴールデンタイムと呼ぶわけですけございますけれどもこの期間にです、ね、ぜひ妊娠をしていただきたいということであの患者さんにあの説明をするわけでございます。 でこうしたデータから、えっと、言えることは何だろうかということをあの改めてあの、まあえっと、言葉で、えっと、お伝えいたします。まず最初に、累積の妊娠率が52%に達していたということが、まあ、私も今回調べてみて初めてあの分かったんですけれどもやっぱりすごいなというふうに思いました。 もうちょっと3割から4割ぐらいだと,だと思っておりましたので、非常にいい成績を残していれると思います。これはどういうことかというと、卵管が詰まっていても自然妊娠ということを諦めなければ、2人に1人が自然に妊娠をしていらっしゃるという、その目的を達していらっしゃるということが分かりました。 一方で、術後2年近くになると、妊娠者は急激に減少するわけでございます。そうすると、いわゆる再閉塞ということがやっぱり起こっているというふうに思われます。卵管の開通効果というのは半永久的ではなくて、やっぱりあのどこかでまた閉塞をしてくる可能性も十分にあるということだというふうに思います。そうすると、やっぱり手術が終わってから、やっぱり1年から2年近く、まあ、1年ぐらいがやっぱり勝負になるわけですよね。ですから、これも必ず患者さんに言うんですけれども、FT の手術後は、 あのやっぱり自然妊娠を目指すにしてもですねやっぱり人工授精はあのやっぱり必須で抱き合わせだと思ってくださいというふうにいつもお話をしております。卵管さえ通ればもう何もしなくても妊娠するんだというふうに誤解していらっしゃる方もいらっしゃるんですけれどもあのもちろん、それ妊娠すればいいんですけれどもやっぱり卵管の手術をした後1年が勝負なのでそこで人工授精ぐらいのことをしないともったいないですよということで患者さんにまあ説明をしております。 えっと、3つ目の質問、これが最後の質問になりますけれども、もう1つはですね、片方の欄干だけ詰まっているという、そういったケースが結構あります。欄干というのは2つ、2本ありますので、えー、片方だけの欄干が詰まっている場合にどうするかというようなご質問をいただくんですけれども、それについてお話をさせていただきます。えー、片方だけ詰まっていると言われた場合には、あの選択肢は3つございます。1番目がですね、通っている側のだけの欄干で治療を続けるパターンでございます。で2つ目が、えっと、もう、 両方とも詰まっていると同じように見なしてしまう要するに欄干を使った妊娠を諦めるということですねで3つ目の選択肢が詰まっている側の欄干を何とか通してあげてまた自然妊娠を試めるというこういった選択肢になるかと思います で、必ず3つの選択肢を一応必ずにお話をするんですが、一方で,ですね、その1番目のこの、えー、通ってる側だけの欄関で治療を続けるということは、もうほとんど考えないでくださいというふうにお話をいたします。で、えっ、ー、と、ちょっとこれ強調したいんですけれども、あの、皆さんこれは結構誤解している方多いんですけれども、排卵というのは、あの、左右交互に起こっているわけではないんですね。右、右、右かもしれないし、あるいは左、左、右かもしれない。もう完全にこれはランダムでございます。で、 あのこういう時に限ってです、ね、あの閉塞側からばっかり排卵をしてしまうということがあの十二分にあるわけでございます。で患者さんにこれを説明するときに、まあ、あの運動会の日に限って雨が降っちゃったりしますよねというふうにお話をするんですけれどもやっぱり運悪くです、ね、あの閉塞側から排卵をしてしまうと結局何もできないということになってしまいます。ですのであの片方だけ詰まっているという場合にもう片方だけで頑張るということは基本的に選択肢の中に入れないでくださいねというふうにお話をしております。 でえっ、ー、と2つ目のこの卵管を使った西はを諦めるということでございますけども、これは何かというと、要するに体外線に行くということでございます。で3つ目の詰まっている側の卵管を通す治療を受けるというのは、これからの FT 手術になるわけでございます。ですので、基本的には変則の変則片側だけの閉塞の場合には2択になります。対外性がか FT の手術。でこれは基本的にニュートラルな患者にお話をするんですけれども、ただやっぱり、あの やっぱり患者さんにある程度方向づけをしなければいけませんので基本的にはこう若い方、要するにあの卵巣の機能に余裕がある方には FT 手術をお勧めいたします。でまあ、あのそうではない方というふうにお書きしたんですけれども、まあ、年齢が高い方というふうに書いておくとちょっと少し誤解があると思ったので、あのそうではない方というふうに書いておりますけれども、具体的に大体、まあ、やっぱり35歳ぐらいが1つの目安になるかと思います。 35歳以下の方には、やっぱり FT をあの積極的にお勧めして、一方で 30, まあ、6、7歳ぐらいになってしまうと、やっぱり体外線の方が効率がいいんじゃないでしょうかということでお話をするして、最終的には患者さんに選んでいただくわけでございます。えー、これが最後のスライドになりますけれども、えー、まとめでございます。欄、え、干、ー、が詰まっていても、決して自然認証をぜひ諦めないで、私たちの,あの病院のように FT 手術というそういった選択肢がありますので、ぜひご検討ください。 不 t 手術は自然に死の可能性を上げる有力な手段でございます。以上でスライドは終わらせていただきます。最後に、えっと、第9回の告知でございますけれども、えー、次回はですね、12月24日、えー、クリスマスイブの日になりますので、どうぞよろしくお願いします。次回は、えっと、参加の方の担当になりますので、えー、ご期待ください、はいえー。ご清聴ありがとうございました。以上をもちまして 第8回メデカルパーク湘南 YouTube 勉強会を終了とさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。 えっと、さこれをもちまして、えっと、第9回、第8回ですね、えっと、勉強会終了させていただきます。えー、皆さんいかがだったでしょうか。FT 手術、また卵管が詰まっているような場合にはあの、一つの選択肢に入れられるとよろしいかと思います。えー、また毎月毎月またやってまいりますので、あのぜひ、えー、視聴回数が伸びるようにあのお待ちを申し上げますので、えー、視聴してください。それでは今日はこれで終了にさせていただきます。ありがとうございました。